ガイが来てくれたのか。で、カカシよ。ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで2人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、いや、1人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。 しかし、たった一人で死地に踏み込むとはな。今日も、はい、超えろ、戦車、ヒルトラー。基地であろうが、そこに道があるなら、どこまでも突き進む。それが、マイトガイというおとこだ。面白い。 お前程度の体術使いならば戦乱の時代に5万という。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び、拳も意志も全てぬるい。こいつ俺の体術を受けては平然と。 踏み込みが足りん。お前も気づいているのだろう。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。さあ、もっと踊ってみせろ。なるほど、少しは意地を見せたか。 もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リークか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが俺には通じなかったな。さて、これからどうする。さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、 次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。木ノ葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、 俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって
今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。凱先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。ボス、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ。今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第8指紋開。八門遁甲の陣。面白い。八門全開特有の技術。まるで秋に枯れ入る落ち葉のよう。確かにそうだ。だがただ口で落ちるわけではない。新たな若葉の勇気となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそは青春の絶好調。未来を守る、そのためだけに燃えよ青春。最後の炎が燃え尽きるまで。いいな、お前柱の依頼だぞ。ここまでワクワクするの。俺を追い詰めるのか、それともお前の命が尽きるのが先か。どちらにしろお前にとってはこれが最後の戦いだ。その拳が震えなくなる、存分に楽しんだい。敵ぞ、敵ぞ、うん、
だ。耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。あれは何だ。それによくよく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も、貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。